神事の能が奉納される、能舞台、王の港神社とは、石川県金沢市に鎮座する、猿田彦大臣を祭神とする神社である。神気四年、道の区の人、佐奈が公開中に、猿田彦大臣を広げ、王の将、正子山沢林にすでにあった、新明社の傍らに一ほこらを混流し勘定したのが、始まりとされる。 この号詞より、大野号の港の守護神として、大野港神社と称されるようになった。天平元年に、佐奈部大明神の称号を与えられる。延長五年成立の演技式新名朝に記載を持つ、加賀軍の式内社で、2133ある、国兵商社の一つである。社号は、佐奈武士大宮大明神、または、佐良学明神。平安末期には、 大野港神社という社号は消え変わって、佐奈武史社の名が見えるようになる。この頃の当社は、香川馬場白山宮の有力抹茶となっていた。現在、境内抹茶として、佐奈武白山神社を祀るのは、その名残である。神社は県庁四年火災により、高尾野から東八丁を隔てた、地中町の利休山田宮に奉仙された。 戦国時代には後輩したが、前田利家により最高。慶長9年からは、恒例となる、新事能の奉納が、前田利長によって始められた。社殿は、寛永16年、前田利常によって造営された。明治18年建社に指定。昭和41年別表神社に指定。昭和57年に石川県指定文化財。 毎年8月1日より3日間取り行われる大祭は、525年間、大野号に鎮座されていた当時を忍び、海岸の仮殿に御しを放線して行われるもので、金石の夏祭りとして有名である。最初に、猿田彦大臣を誕生したという、道の区の人さなの名に由来するとされる。民族学的解釈では、さなは、さなぎで製鉄との関連を意味し、 欧州の金売りによって製鉄技術が伝えられたことを示唆するという。また、白山信仰との関連から、佐奈武氏が祭人の猿田彦を指すという説もある。また、佐奈佐良学という地名に由来するという説もある。佐良学とは、現在の金沢市近籍町あたり、西川川口南岸にあったとされる砂丘地である。王の港神社は、 この砂良漠の麓、もと、王の港に、もともと鎮座していたが、度重なる嵐や大波で、砂丘地が削られ、神社は海中へ没したと言われる。砂糧漠の名も近世にはすでに失われてしまった。鎌倉帰成立と言われる、平家物語に、越中禅師、平森都氏が、宮古市の砂糧漠に陣を敷いたとの記述がある。大日本史 二230列伝157の源の、吉中に、源平清水記及び、平家物語によるとして、以下の記述がある。これ森少なめん、おさむさ卒加賀、ほみやこしさ両学、源行き立書武兵ょ騎士む山軍おやり、吉中危機の自立期四万府の、敵将、平森都市議記これもりとしこれ森灰。 本宇佐良学、吉中水北いたるかが大の港神社の祭神と、白山姫神社の祭神は重ならないが、香がばば白山宮の有力抹茶となっていた時期がある。現在、境内抹茶として、佐奈武白山神社を祀るのは、その名残である。香が初心者演技の佐奈武白山社演技に、以下の記述がある。佐奈武白山権限は、 白山美名神社旧書の勝者の一社にて、王子は白山本宮の拙者なりと遺伝たり。その頃は、佐奈岳白山の首都とて、車窓多くいたりき。本寺仏は、佐奈岳の観音堂と称し、その地を自中とこひて、寺院とも多く、今その遺跡を寺中村と称せり。本寺観音の道割市長は今観音堂村と、小減り。そのいにしえは、 佐ナ・武ケシ・ハの社人、社層かたしく、この地辺にいたりしかと、長京、1487から1488以来の国乱に、新人、社層もことごとく離散して、社殿、道具は陛下にかかり、信法物体はわずかに取り除け残れるをまた、博さん7社の中宮の三社として、中宮の別宮、そして、スケラ宮がある。この、スケラ宮は、 現在の白山市左領のスケラ早松神社である。平安末期成立と言われる、城山古歴には、スケラ宮は以下のように記載されている。これより、スケラ宮の分なり、またいの宝者あり、スケラ大名人とメイク。本寺は、不動明王なり、天元五年しで宝殿を作る。勝者は早松、波松なり、大須の滝六書の御子あり、本物は、 大日におらなり、長保元年、また一社あり、六書道と、メイク。二堺は、厚しやなり、また一社あり、堺明人と明、メイク。あずは、平井はなり。同じ、スケラグは、別所加賀白山伝記のことには、以下のようにスケ漁の宮として記載されている。第六章作料の宮と、猿立松るは、本寺は、聖冠の恩、衰弱は、 知人第五路軸さぶき富豪の御事となり。南北朝から室町時代にかけて成立した吉継木、荒地さんのことに関連する伝承がある。弁慶、この、のを、荒地の山と申すことは、加賀の国に、下白山と申すに、女太公の、竜宮の宮とて、御座島シュケルが、滋賀の都にして、唐崎の明人に見え染められ参らせたまいて、 年月を送りたマイケルほどに、解任すでにその月近くなりたまいしかば、同じくは我が国にて誕生あるべしとて、加賀の国へ下りたマイケルほどに、この山の禅上イコール頂上にて、にわかにお腹の気づきたマイケルを、明人、御三近づきたるにこそとて、お腰を抱き参らせたまいたりければ、すなわち、御三なり天下り。その持参の荒地をこぼさせたマイケルによりて、 地の山とは申しそうらえさてこそ、しいの山、地の山の言われ知られそうらえと申しければ、方願、義経もかくこそ知りたれとて笑いたまいけり。この生まれた子は、スケラミコであるといい、スケラ早松神社との関係を示唆する。同時に、スケラと、サナ、スケリョウが通じることから、白山姫神社と、王の港神社との関連をも示唆する、可能性がある。 大野港神社に合祀される、佐奈岳史社は、白山本宮の抹者であり、その日女神と、唐崎明神のこのスケラミコが、佐奈岳史イコール、猿田彦として、砂料学に祀られてた、という解釈が可能である。なお、この説に従えば、宮古市という地名は、白山の麓の宮と、解釈できる。これは、古語の、腰は、 山裾すその意味を持つためである。ありがとうございます。